勢いをつけ深く沈み込み一気に浮上するサブマリン。自分で作り上げたもんだっていう、山田久志が作り上げたサブマリンだっていうね、まあ、アンダースローの投手にとっては神様みたいな存在だと思います。アンダースローの新たな歴史を築いたミスターサブマリン山田久志、栄光の記憶に迫る。現役引退から22年、今年63歳を迎える山田久志がサブマリンを語る。マスコミの人もチームの中の人もおもろい投げ方するやつ来よったなっていう感じでしたよ。今までのアンダーハンドで投げてる人と根本的に違うんですよね。一回伸び上がるんですよ、僕の伸び上がってから深く先行していくんですよね。だから今まで見てた、皆さんが見たアンダーハンドとは全く違う。現代のサブマリンと称される渡辺俊介投手もその難しさを指摘する。僕の場合は浮き上がらないでそのまま低い状態で行くので、そこは少し違うんですけど、下半身のバランスだったり安定感、がなくなってしまうと全く投げれない投げ方なので、そういう意味では俗に言う下半身の強さ、体幹の強さっていうのは、ものすごく大事だと思います。南海の主砲として活躍した門田博光氏、山田と長年にわたりしのぎを削り合った彼もまたサブマリンに驚きを隠せなかったという。真上横ややこれから90度近くまで来るピッチャーばっかりよね、平均。そっからもう一つこっちから来るわけでしょ初めてですよね。で平気で9回掘ってくるわけですから、その9回の腹筋背筋ほんまにあの人持つのかいなと思うわけでしょ。ものすごい強いないと持ちはしませんよ、ここ。負担かかりますよね、確かに。ただ私はもうとにかく速いボールを投げたいっていう、そっちの方を追い求めたもんですから、皆さんと普通のアンダーハンドの人とちょっと違うフォームになった、投げ方になった、タイミングの取り方になったっていうことがあのフォームですよね。まあ難しい投げ方です。簡単じゃないですね。サブマリン、そのきっかけは社会人野球時代、体の柔らかかった山田を見た恩師の一言だった。その時の監督さんの中谷さんという人がね、ピッチャー出身で私を見るなり、山田よと、アンダーハンドにしなさいと、初めてピッチャーというのはこうして投げなさい、フォームはこうしなさい、こういう練習をしなさいっていうからの一から叩き込まれるわけですよ。あの時が一番やっぱり伸びていく段階でしょうし、ボールも速くなっていってたでしょうね。1968年のドラフトは史上まれに見る豊作の年だった。星野仙一、山本浩二、東尾修など後のプロ野球界をリードする選手たちと肩を並べ、山田はドラフト1位で阪急に入団した。当時の阪急は西本幸夫監督のもと投手王国として黄金時代を迎えていた。そんな中、山田はアンダースロー投手としては異例の140キロを超えるストレートを武器に2年目に10勝をマーク、3年目にはチームトップの22勝を挙げ、向かうところ敵なしだった。そして阪急は4度目のリーグ優勝を果たし、日本シリーズへ駒を進めた。山田にとって初めてとなった大舞台、相手は王長嶋が率いる最強巨人。1勝1敗で迎えた第3戦、23歳の山田は力投を見せる。怖いものなしですよ。何が巨人だ、何が王だ、長嶋だ、俺ならやれるってみたいなもんですよ。そういうもう鼻っ柱でね、臨んでましたよ。言葉通り
山田は9回まで完璧なピッチングで巨人打線を完封。9回裏ツーアウト、ランナーを2人背負って打席には4番王貞治。ストレート勝負ですよね。当然山田っていうピッチャーは当時はもうストレートしかないわけですから、どういう場面であっても困ったらストレートって。絶対に逃げない、勝負にいったストレート。一三塁第3球投げた、打った大きいよ、ホームランだ、サヨナラ逆転スリーラン。山田動けません、山田動けない。もう自分は今何が起きたんだろうと、何しでかしたんだろうと全くわからないのと、自分でね立ち上がれないんですよ、力入らないんですよ足に。ただ巨人のこう選手がもうみんな万歳して、王さんが、あの冷静な王さんがねジャンプしながら来るんですよ。本当に腰を抜かすってことはああいうことかなと思う、うん、山田が初めて味わった大きな挫折。だけど考えてみれば、あの一発からね、あの一発をその食らってですよ、いろんなことがあるでしょうけど、あそこの山田っていうピッチャーの分岐点になったことは確かですね。あそこに全部集約されてるんですよ。それからの何百勝でもね。ストレートだけでは通用しない、山田は新たな球種に挑戦する。ヒントはチームの中にあった。足立さんずっと見てますと、それで一番やっぱり投げてるのがそのシンカーなんですよね。シンカーでこう内野ゴロを非常にうまく打たすんですね。このシンカーってまあいいボールになるんじゃないかなと思って、それでじーっと見てたんですね。足立さんとか普通のアンダーハンドのピッチャーってのはですね、手首ってこうなんですよ、こう使うんですよ。私はこうなんですよ、普通はこうなんですけども、これこう開くん、それで立ててこのまま行ってここでガッとこうひねるっていうね、そういう風にやってみたらいい、すっごく落ちるんですよ。これやと思ってね。見よう見まねで取得したシンカーは山田シンカーと呼ばれ、バッターに恐れられた。1976年、プロ8年目の山田はシンカーを駆使し怒涛の活躍を見せる。この年山田は自己最多となる26勝を挙げ、2度目の最多勝と MVP を獲得、球界を代表するエースへと成長していった。プロ14年目の1982年にはアンダースロー投手が成し得なかった偉業を達成する。見事200勝を達成、33歳の若さで名球会入りを果たした。いつしか山田を打ち崩すことはパ・リーグの4番打者としての使命となっていた。そんな中山田はどんな相手にも真っ向から立ち向かっていった。いや、僕の記憶にある限りではカーブは多分なかったと思います。ストレート一本でやっつけられるっていう彼のその野球哲学があったんだと思うんですよ。そしてよく俺は進化掘ってるっていうことをよく聞くことある。彼は進化にならない、早すぎて。僕は進化がなかったと思う。加藤ちゃんそんなこと言ってた。そりゃそうだ、加藤ちゃんには進化投げないもん。加藤ちゃんとは加藤ちゃんの山田の勝負ってまっすぐだけだもん。変なボールは投げないのよ加藤さんには。お互いに、彼も加藤ちゃんも何もカーブとか進化なんか待ってないのよ。山田のまっすぐをいかに打つかしか考えてないのよ。まあライバルなんかもう通り越してるかもわからんね。ライバルなんてそんな浅いもんじゃないと思うね。もっとね、もっと深いところで勝負したり、もっと深いところを理解してるような感じもあるね、うん、山田が引退を考えていた頃、二人の関係を象徴する出来事があったという。南海戦でね、打たれてね、で、まあ、やっぱり限界だなと思いながら次の日こう朝こう起きて、突然としてね、加藤ちゃんが電話あるんだよね。山ちゃんつって、あんた辞めると違うやろなつって今年で、うん、そういう電話来た。分かったんだね、それもね、何かで感じたよね。プロ18年目、
37歳の山田を待ち受けていたのは年齢との戦いだった。若い力が山田に牙を剥く。秋葉原の体質嫌なんだよ、ね、また打たれ屋さんかもってビクビクしてるんだよ。そんな山田さんほどの方が18の言葉、僕がプロに入った頃ちょうど生まれた子よ、はい、そんなこと打たれたらもう恥ずかしいよ俺も。明るく振る舞ってはいたが、世代交代の波は確実に山田に迫っていた。年を感じたらやっぱり終わりだと思ってますからね。年齢に関してはできるだけこう聞かないようにしてます。もう耳に入れないようにして達成されそうだと言われているのが2000奪三振なんですけれども、これはまあ達成はできると思うんですね、いやいつかは今年中にはね取れたら、まあ、清原君ぐらいからね取れたら一番いいなと思ってるんですけど、分かってるね清原君。それは山田が見せた意地だった。39歳のストレートが20歳の清原をねじ伏せる。そして1988年、阪急にとっても山田にとっても区切りの年となった。この度阪急ブレーブスは54年の歴史に終止をしまして、球団をオリエントリース株式会社に譲渡することにいたしました。経営不振に悩む阪急はオリックスに球団を譲渡。時を同じく40歳の山田は限界を感じていた。致命的なのはやっぱり膝の故障ですね。どうしようもなかったですね。もう手術ということを一回考えてね、もう最後はもうその膝の故障にやっぱり自分でもこれはもうこれ以上やれないっていう、残念だったですね。だけど300勝っていうのはね、なんか複雑だね。ブレーブスも阪急ブレーブスもそのままね辞めてしまうし、俺も辞めてしまうし、なんかひっそりやれなくて、だけど今日またちょっとまた感じは違うけど、意外と早く来てしまったね。20年の集大成、感謝の思いと一抹の寂しさをサブマリンに込める。悔いはないですか？いや当然あります、当然その300もやりたかったし、できることはもっともっと長い間マウンドにいたかったですけどね。あとワンアウトで現役生活を終えます。バッター丸山に1球目を投げた、緩い球打った、ショート下がる、取った取った、なんと感動勝利で20年間現役生活に別れを告げます。今握手握手でありますマウンド上。そして1塁が阪急っていいチームでした。私の20年間っていうのは本当にやっぱり常にこう優勝争えるようなチームで、やっぱ阪急ブレーブスの山田で全て終えれたってことはまた良かったと思いますけどね、2009年、新たな挑戦、若き侍たちと共に山田は60歳で世界一の興奮を味わった。やっぱ日の丸を背負ってやるってのはいいね。全く違うね。こんなにドキドキ心臓が止まりそうになるもんかっていうぐらいね、自分で違う発見ありましたからね。もしですよ、もしチャンスがあれば、もう本当はもう体力持たないかなと思いますけども、チャンスがあったらもう一回でいいからの舞台立ってみたいなと思いますね。